カリフォルニアギタートリオはアメリカ合衆国出身のポール・リチャーズ、ベルギー出身のバート・ラムズ、日本出身の森谷秀夫という3人のギタリストによって1991年に結成されたエレクトリック・アコースティック・ギターを主体とするバンドである。リチャーズ、ラムズ、森谷の3人は1987年にロバート・フリップによってイングランドで開催されたギタークラフトコースにおいて 初めて顔を合わせた。三人はギタークラフトでの数多くのコースを経た後、ロバート・フリップザ・リーグ・オブ・クラフティ・ギタリストの一員としてワールドツアーに参加した。1991年、ザ・リーグ・オブ・クラフティ・ギタリストが活動を休止させると、三人はロサンゼルスに集結し、カリフォルニア・ギター・トリオを結成した。1992年には、 シルビー・アンフリップのオープニングアクトを務め、来日を果たした。翌1993年には、ファーストアルバム、CGT を発表した。また同年、トリオは、ロバート・フリップ、トレーガンと共にロバート・フリップ・ストリング、クインテットとして来日し、ライブアルバム、ザ・ブリッジ・ビ・トウィンを発表した。1995年には再々結成した。 キング・クリムゾンのワールドツアーにも同行し、各地でオープニングアクトを務めた。2000年以降は、キング・クリムゾンのトニー・レビンとパッド・マステロットとの共演が目立つようになり、2002年には彼ら二人をフィーチャーした CG3 プラスにカリフォルニアギタートリオイズ、トニー・レビンパッド・マステロットを発表した。トリオは現在に至るまで世界各地で精力的にライブを行っており、 2003年にはフジロックフェスティバルにも出演した。またこれらの数多くのツアーの過程では、ジョン・アンダーソン、リック・ウェイクマン、ジョン・マクラフリン、ティト・プエンテ、タジマ・ハール、スティーブ・ルカサー、サイモン・フィリップス、フラワー・キングスら多数のミュージシャンと共演した。2005年、2012年にトニー・レヴィンと共に来日。カリフォルニアギタートリオの音楽の特徴は3本の ギターによる複雑なアンサンブルである。例えば、通常であれば一つのパートが担当するメロディを3人に1音ずつ割り振り、順番に演奏する手法などが取られる。このようなアンサンブルを生かしたオリジナル曲は、独自の緊張感を持つものや、イージーリスニング的な心地良さを持つもの、またオールドロックを想起させる、軽快なものなど、トリオの多様な音楽的背景をうかがわせるものが、 多いが、アコースティックなサウンドと構築されたアルペジオによって、独自の世界観が演出されている。また、オリジナル曲の他に、トリオは、クラシック、ロック、ブルース、ジャズ、ワールドミュージック、ブルーグラス、サーフミュージック、日本民謡などの幅広いジャンルの楽曲を斬新なアレンジで演奏している。プログレッシブロックの楽曲のカバーも多いが、J.S. バッハやベートーベン、 ベンチャーズ、クイーンのカバーが代表的である。ちなみに、アルバム CG3 プラスにカリフォルニアギタートリオイズ、トニー・レビーンパッド・マステロットには、キング・クリムゾンの21世紀のスキッツォイドマンをズンドコフシ風にアレンジした21世紀のズンドコフシという非常にユーモラスな楽曲が収録されている。ロバート・フリップザ・リーグ・オブ・クラフティ・ギタリスト、 ロバート・フリップ・ストリング・クインテットありがとうございます。